木村です。今夜も業界話をしていきましょう。テーマはクリスマス。はい、木村さんよろしくお願いします。福田部長もお付き合いください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クリスマスってちょっといい、なんか関係あるのかっていうテーマですけど、なんかクリスマスイブの夜に別に一人でこう打ってて、うん、楽しめるなんかないですかね。ホールで打ってて、その企画いいですね。打ってて、なんか満足感も得られるっていう、うん、実はですね、僕はクリスマスイブが誕生日でして、12月24日ほう、そしたらこれはコンコルドのですね、名古屋にある港区にある港店でですね、夜ですね、閉店の時に挨拶しましょう。自分の誕生日私今日は誕生日なんです、皆さんでご唱和ください、ハッピーバースデーみたいなことですか。はい、閉店時に、はい、福田部長がマイクできるってじゃあぜひとも見たい方はカウンター前に行けばですか。そうですね、そうですね、じゃあカウンターの横で立ってますねどうします、200人ぐらいでわーっていくから、ぜひとも皆様24日の夜お越しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。この番組はコンコルドグループの提供でお送りいたします。コンコルドグループ謎のボスが用意した6人のセクシーアイドルユニット、その名もシックスハンターデラックス。今回登場するのは畑野由衣。さあ今週も始まりました、魚拓とシックスハンターデラックス。今週も木村魚拓 VS 畑野由衣の対決の模様をお伝えしてまいります。さあそして今週もですね、本社からお見えだということでございまして、はい、自己紹介をお願いします。はい、コンコルド本社から参りました伊藤義人です。よろしくお願いします。お願いします。伊藤さんおいくつですか。46です。あら福田さん。はい、一緒ですなんなら俺も同い年です。あそうですね、そうなりますよね、はい、伊藤さんはどういうお仕事されてるんですか。総務という雑務からもういろんな相談事からチェックからやってくれてます。じゃあこの番組が通ったのも伊藤さんのおかげであると。そうなんです。抜群の安定感だなと思ってカープの菊池かコンコルドの伊藤かっていうぐらいの安定感があるんでありがとうございますなるほど、もう守備の要という感じでしょうかねさてお二人、ルールですけれども、それぞれ100ポイントずつのライフポイントを持っております。大当たりをするごとに相手のライフを削っていくということになります。そして指定されたポイントに達しますと様々な指令をクリアしていただきますが、今週の指令こちらとなっております。先週かなり深いところにあったオタク化がいきなり来ます。おかしくないですか、ね、いきなりそんなにオタクに達してないですかいやどういうことになるのか。畑野さんにはおっぱい書道というのもあります、これもまたね難しそう。嘘だよお前、嬉しそうにやるだろこれおっぱいに挟んでいただくということですからね。なるほど、楽しみですね。さあお二人が対戦するのはこちらの台でございます。今回の対戦台は先週に引き続き人気シリーズ最新作、全てのボーナスがスペシャルタイムへの扉を開くパチンコ AKB483 誇りの丘が登場です。さあ対戦が始まっております。今週もですね、京楽さんのパチンコ AKB48 誇りの丘で、対決ということになっております。コールの中でも大人気ですよね、年末の、最後の入れ替えで入った新台、しかも、まあ、期待の台ということでございますね。で前作までは、ライトミドルの、一種二種混合だったんですが、はい、今作は319ミドルタイプの核変器なんですね。核変器なんですけど、はい、核変の核変みたいな、そういったあのブーストモードというのがありますんで、京楽さんお得意のここへ入るとですね、2400発が 50% で継続するのと、うん、このブーストモードになるとこの小当たりラッシュがですね、非常にこの性能が良くですね、はい、もうあっという間にこの1万発ぐらい行ってしまうという、うん、前回も一瞬の1万4000ですもんね、はい、木村さんがね、はい、見せていただきましたよね本当にね。さて今回の推しメンですが、畑野さんがまゆゆですね、はい、渡辺まゆさん、はい、そして木村さんは加藤さん、加藤さんペッテ加藤ちゃん、それ加藤ちゃんかわいいですよ、はい、めっちゃかわいいです。スキル魔法少女ということで、これそのブーストがついた時に登場するスキルですけれどもね、キャラクターを
推しメンを選んでいただくとキャラクターごとにこの右打ち中の演出が若干変わってくるという予告などに、ね、変わり変化が起こる。だいぶ変わるみたいですよ。そうですね、先読みだったり、はい、変動中だったり、まあ、リーチ中だったり、あとどこでもっていう。そうですね、はい、ちなみに加藤さんはリーチ中に何かが起こるで、渡辺真由さんは変動中かリーチ中ですね、はい、何かスキルが発動するということで、飛び出す絵本というスキルだそうです。すごいざっくりしてます、はい、これもう見てないんで分かんないですけども、真由握手会ですね。木村さん、紫になるかどうか。これ前作結構熱かったですよね。これがね、なると何かが起こりますからね、はい、あ、緑になりました。緑ホリー、さあ、緑の上が紫、そして赤ゼブラということでランクアップしていきます。でもこの後も変わるんですよね。あ、変わります変わります。これリーチ発展してからも変わりますんで、はい、大好き。あ、マユイン大好きなんて羨ましい。何ですか、推しメンなんですか福田さん。いや、まゆさんは会ったことありますけど、本当可愛いですか。僕あの握手会に行きましたよ。おい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 、ガチやつだ。いやいやいや、あの子供が好きでですね。いや、子供出しにしたんでしょ。いやいや、本当可愛いですで、今作なんですけれども、その推しメンを選んでいても、そのカットインとかは推しメンによっては変動しないということですね。そうですね、推しメン超絶カットインだけはその推しメンが出てくるんですけれども、はいはい、それ以外に熱かったりすることはないみたいですね。お、おとつ来るか出てこないか。おとつが出る演出も、特格ではなくて通常のあたりに振り分けられるということになります。ただおとつの場合は、はい、もうすでにブーストアタッカーの方に行くということなので。なるほど、もう出てきただけでもうそれは悶絶しますよね。さあ福田さん、その他にも、はい、注目演出あるということなので教えていただけますか。まあ、AKB と言いましたら、はい、熱狂ライブゾーン、はい、そして先ほどありました推しメンの超絶カットイン、はい、超絶かわいいなんとかっていうやつですね。そして今作サプライズコンサート超絶 SP と、うん、これは一番いいリーチになりますね。そうですね。そして京楽さんといえば、うん、ゼブラ柄と、はい、いうことになりますんでね。もうゼブラ柄が出て外すっていうのはもう基本都市伝説だと僕は。そんなことはない。そこと僕は信じてますけど違います。そこまでではないと思いますが。本当ですか。木村さんの演出はここを抜けると大チャンスになりますね。あ、行きますね。これで何かチケットをもらえるんですよ。はい、この後タイマーのチケット、はい、タイマーチケット、さあどうでしょう。これでチケットゲット。でさらには超絶まで行けるかどうか。いや、行くでしょ。だってタイマーとリンクしてますか、リンクしてますか。超絶ギミック。いや、タイマーまだ残ってますよ。さあどうでしょう。これでチケットゲット。でさらには超絶まで行けるかどうか。いや、行くでしょ。だってタイマーとリンクしてますか、リンクしてますか。超絶ギミック。いや、タイマーまだ残ってますよ。タイマーまだ残ってる。あ、ゼブラ、ゼブラ保留、ゼブラ保留でウーファーブースト赤。これが音が大きくなればなるほど大チャンスということになっております。あ、すでにハンドルがキュインキュインしております。やっぱゼブラ当たるわでしょ。個人の感想です。ごめんごめん、はたの。いや、まだわかんないから、まだわかんないから。そうですね、これがあの核兵かどうかまだわからないですからね。はたのお宅にしたくない。なにむかつくんだけど。今このブースターアタッカーの、ね、おとつが出てきて、どちらになるか、オンになるのかオフになるのかというのが大注目です。いや、行くでしょう。さあどうでしょうか。めくってビッグボーナス、ブーストアタッカー、オンですね。オンになりました。一番初回から一番いいところ行ってます。
で、2400発ってことですよね。これはそうです、16ラウンド初回16ラウンド取れた、はい、ということですね。よし、今回も、1000発で5ポイントということになりますので、この時点で10ポイントを削っていると。まあ格言は2種類あるんですけど、今回の特色として、はい、初回から2400、はい、20% あるということでですね、そうですね。でブースターアタッカーに行くのが、全体の3割、本当に初回から結構ね、一番いいところに行って、そうですね、同じ確変でもこのブーストアタッカーに行くのと行かないのとでは、ね、だいぶ差がつきますんでね。あ、赤、さあ木村さん、これは大チャンスなのか。激アツ、いや、ゼブラ、はい、ゼブラから激アツ出ました。いや、ゼブラで外す人は都市伝説ですから。あくまで個人の感想です。さすがにもらったな。いやもう待って、ごめんな、当たれば2400。よし、おめでとう。よし、ちょっとこれ4000いっちゃうな。いきますね、間違いなくいきますね。うわ、気持ちいい。気持ちいい。気持ちよくない。いやー、いいなっていうことは、これも最初指令は確定、はい、そうですね、しましたよね。そうですね。もうやだやだ。やだ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 。愛知県コンコルドグループからのインフォメーション。チチチチブレイズ店ではタロットスコープドット44台、パチンコ AKB483 誇りの丘25台、エルドラ3台、アナザーゴッドハーデス冥王5台、ロードオブバーミリオン3台ほか、ご覧の機種が投入完了。1177大口安城1号通り店ではガロタスコープゴット40台、パチンコ AKB483 誇りの丘23台、エルドラ5台、ロードオブバーミリオン4台投入完了。ヘイ鏡5台、全15台増大完了。1220名古屋港23号通り店ではパチンコ AKB483 誇りの丘42台、ガロタスコープゴット20台、エルドラ5台、街道目視録開示41台ほか、ご覧の機種が好評稼働中。1020トヨタインター店ではパチンコ AKB483 誇りの丘42台、ガロタスコープゴット40台、エルドラ5台、アナザーゴットアーデス冥王5台、ロードオブバーミリオン3台投入完了。880愛西日比野駅前店ではパチンコ AKB483 誇りの丘22台、ガロタスコープゴット13台、エルドラ2台ほか、ご覧の機種が投入完了。知多店ではパチンコ AKB483 誇りの丘2台、ロードオブバーミリオン1台、ハイスクールフリード1台ほか、ご覧の機種が投入完了。西尾店ではパチンコ AKB483 誇りの丘2台、千奇絶唱シンフォギアライトバージョン1台ほか、ご覧の機種が投入完了。スマートコンコルド碧南店ではパチンコ AKB483 誇りの丘3台投入完了。ヘイ鏡増大完了。本日土曜朝9時開店。西尾ニューコンコルドではパチンコ AKB483 誇りの丘、ロードオブバーミリオン導入完了。ジャグラーシリーズ好評稼働中。コンコルド各店では皆様のご来店お待ちしております。さあ、お待たせをいたしました、今ですね、畑野さんのオタク化が完成しておりますので。あ、もう、はい、オタク化されたんですか。はい、スタジオにこのまま入っていただきたいと思います。もういいんですか、入って。はい、それではオタク、はい、畑野由衣登場です。目なんかして。いいけど、あのオタクというより料理が好きな。シェフみたいになっちゃった。シェフみたいになっちゃったんですよ。でこれでじゃあおたけ踊っていただきますか、歌いながら。おいとこと、おいとこと、おいとこと、はいはいはい、おいとこと、おいとこと、はいはい、君にっていうかね、こういう人いるよね、長高いにそれぐらいいるよね。結構ね、やっていただきましたから。ノリノリだね。いや、もう本当に。いや、伊藤さんどうでしたか。よかったです。あ、本当よかった。総務の承認が取れましたので、はいはい、これで OK ということになります。はい、はい、ノリノリですね。それ持ったままやるの。うん、あ、意外と嫌いじゃねえじゃねえよ。あれあれ、お、煽ってる。
おお。よっしゃ、行くぞ、ブーストアタック。無敵。あーか。無敵ということで。当たりですもんね。大当たりです。最悪だ。これは大当たりの一種です。16ラウンドの当たりということになります。おとなしいな、肌の台は。いや、まだ。これからです。これから、本当に。もしかしてこれは先ほども同じパターンで無敵に入りました。再びあるのか、白ボタン。いった、いきましたね。まあこれノーギャラまであるぜ。先週を大いに上回る可能性が。ノーギャラはやめてほしい。ノーギャラまではいいけど。さあ8000発を超えておりますので、片野さんのおっぱい初動はもう決着。早いですね。早いですね。これもう終わったりは終わってますけど、どうしますか。あ、そうですね、一回手を離しましょう。はい、行きますよ。さて、畑野さんのポイントは60を切っております。ここで次の指令です。畑野先生のおっぱい書道でございます。急にあの大向きが変わるんですよ。踊ってる場合じゃないですよ。サイリウムを筆に持ち替えてって話ですよね。そうですね。何を書けばいいですかね。何を書いていただくかですけれども、はい、伊藤さんに伊藤って書いてもらっていいですか。いきますよ。いや、かけてますよ、うん、この揺れ具合といいますか、はい、波がリアルな感じがします。おお、見事に。かわいい。いや、綺麗にかけてるんじゃないですか。かけてますよ。素晴らしい、出来上がりました、ね、できました。はい、さあ、おっぱい衝動。はい、まあ、世の中で一番くだらない衝動ですね。伊藤と。これはじゃあぜひ伊藤さん持って帰っていただいて。いただいていいですか。額に入れて払ってください。お願いします。カホにします。ありがとうございます。カホ、はい、ありがとうございます。愛知県コンコルドグループからのインフォメーション。1280稲沢店ではガロタスクオブゴッド40台、パチンコ AKB483 誇りの丘22台、エルドラ5台、ロードオブパーミリオン3台投入完了。ヘイカガ20台増大完了。800春日井店プラスではパチンコ AKB483 誇りの丘34台好評稼働中。本日土曜毎年恒例野菜交換会開催。28日金曜愛ちゃん来店。コンパチ春日井店で楽しみましょう。800一宮美山インター店ではパチンコ AKB483 誇りの丘12台好評稼働中。ガロタスクオブゴッド20台、エルドラ2台、ロードオブバーミリオン2台投入完了。28日金曜ニャンコスターさん来店。1020カリアチ流店ではガロタスクオブゴッド40台、パチンコ AKB483 誇りの丘23台、アナザーゴッドハーデス名王5台など全18機種105台投入完了。他ご覧の機種が増大完了。345吉浜店ではアナザーゴッドハーデス名王5台、ロードオブバーミリオン3台、街道目視録開示41台投入完了。岐阜県コンコルドグループからのインフォメーション。1515大垣インター南店ではパチンコ AKB483 誇りの丘22台、ガロタスクオブゴッド18台、ガロゴールドストームショー8台、エルドラ2台、ロードオブバーミリオン4台ほか3機種3台投入完了。777岐阜島駅前店ではパチンコ AKB483 誇りの丘全22台好評稼働中。ガロタスクオブゴッド10台ほかご覧の機種が投入完了。ディスカウントコンコルドプラスではパチンコ AKB483 誇りの丘ゆるせぽねコンチネンタルゼロ投入完了。ヘイ鏡壮大完了。コンコルドグループではパチンコ AKB483 誇りの丘大量300台、ガロタスクオブゴッド大量300台投入完了。ご来店お待ちしております。コンコルド各店では皆様のご来店お待ちしております。さあ、バトルの方はもう中盤から後半に差し掛かっておりまして、このまま一方的な展開ですとちょっと畑野さんにも気の毒だなと。そうですよ。まあ大当たりはできないかもしれないんですけれども、はい、あ、ちょっと待ってください。あ、木村さん、もしかしたら、あ、まあね、終わってしまうのか。あれ、まずい。あれ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 、終わった。あ、始まった。頑張れ。ただここで開くかどうか。開くな。長押し。終わっちまえ。つまんでいる長押し。終わっちまえ、終わっちまえ。2ラウン
確変なのかは分かりません。そうですね、とにかく100回はチャンスありますので、ね、2ラウンド通常の可能性が 35%、はい、2ラウンド各編の可能性が 15% ということになります。さあ、ということで木村さん時短演出に入っておりますが、はい、これも抜ければ終了ということになります。木村さんがもし引き戻せなかったら、はい、何か畑野さんが好きな指令を木村さんにやっていただくというこれどうですか。どうですか。引き戻さなかったら何か使用やるんですか。はい、いいと思います。いや、まあいいですよ、いいですよ、はい、引き戻しちゃいですよね。もちろんです。わかりました。各編の可能性も残されています。わかりました。畑野さん、これちなみに何がご希望でしょう。はい、何がありましたっけ。オタクカとカナゲダグのノーギャラ足つぼなの。わあ、メイクもいいですね。メイク、メイクにしましょうか。どっちも嫌だよ俺は。だから言ってる間にもうね半分ぐらいは来てるんですよ。あのやっぱ受けなくていいですかこれ。いや魔法少女、何かスキル発動してるっていうことですか。出ましたよ。図柄が1に変化した。頑張っていこう。おーっと、超絶超絶ギミック。いや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 、タイトル赤最終ボタンは白で外れた。外れましたね。まあこの流れはちょっとまあ危ないでしょうねこれはもうね。だからもう続くかどうかですよね。そう、各編継続かどうか。シャッターが開けばサプライズコンサートスペシャルライブ継続だ。継続ならば畑野さんの指令終了してしまえば木村さんの指令あげ。4連で終了ということになりました。通常に戻っております。ということで、バトルの方は木村さん完封勝利なんですが、メイクアップをしていただきたいと思います。はい、それを誰がやるんですか。もちろんそれはもう畑野さんです。というわけで木村魚拓さんには畑野由衣さんによるメイクアップの指令を受けてもらいます。海外の人のね受けが本当いいから、あ、やっぱ世界もうグローバルで、グローバルでいきましょう。オッケーオッケー、いい日だなって思います今日。これ海外でどこ意識してるの。これはフィリピン。フィリピン。ハリウッドとかじゃないで。東南アジア、東南アジアですか。いいんじゃないですか。大丈夫。うん、いいですよ。さあ完成したということで木村さん、おお、リリーシー。かなりアピールが、いい、めっちゃいいですよ。マジか、うん、今日はめちゃくちゃいい。本当、見事にセンターに化けましたね木村さん。おめでとうございます。化けましたけど、センターかどうか知らんすよ。なんで引けねえかな最後。来週ですけれども、来週は木村さんと大月響さんのバトルということになっております。はい、毎週普通の顔に戻りますんで。そうですね、はい、大丈夫です。来週も頑張ってください。はい、はい、それでは今週はこの辺でお別れします。さよなら。この番組はコンコルドグループの